何かあったの？ええ、とにかく来て。何？考えてみればここだと NCPD に邪魔されないし企業の検査も入らない。何か変わった？
ものはない？街では手に入らないような。時間がなくて。もしもし、はじめまして、エリザベスよ。夫と私は今、デリケートな問題を抱えてて、あなたなら何とかしてくれるんじゃないかと思って連絡したの。どうしてわざわざ今回私を指名したの？推薦されたのよ。誰に？電話で名前を出すのは控えておくわ。直接会って話し合えないかしら。言いかけてたでしょ。会いましょう。住所を送るから待ってるわ。調子はどないや？おいしい仕事があんねんけど。和子がいい仕事って言うときは大抵ひどい仕事って決まってるのよね。まあ厄介なやつや。詳しく教えてよ。その男の罪は立証されてるの？有罪判決は？あんなこちとら検察官ちゃうんやで。なんで捕まったの？記者でもあらへん、やるんかやらへんのか、どっちなんや。わかった、やる。ほなら依頼主は6番通りとブランドン通りの角の車にいる。車？
そいつは同行してあんたが男に弾を打ち込む瞬間を直に見たがっとる。気張りや。NCPD にサイバーサイコの通報が入ったんだけど、今回は珍しく出動したようなの。でも出動した警官からもう何時間も報告がない。おじけづいて逃げ出したか、あるいはとにかく様子を見てきてほしいの。頼んだわよ。なんだ？友達にでもなりたいっての？せっかく命を救ってやったのに、これなんか。待ってて、ほんの1時間出かけた隙に。このままにはしておけない。とにかく警察を呼んで事情を説明する。ベッドまで運んでくれる？そんなことして何になるってんだ。警察が来るまで動かさない方がいいんじゃない？連中にしたら商売女が死んだだけ、構いやしない。きちんと寝かせてあげないとかわいそうでしょう。警察が来るまで動かさない方がいいんじゃない？連中にしたら商売女が死んだだけ、構いやしない。きちんと寝かせてあげないとかわいそうでしょう。友達が亡くなって、その通報です。ジャクソン通りのノースサイド。いえ、危険はありません。自殺です。明日？冗談でしょ。今すぐ来て。人が死んでるのよ、わからないの？トラウマチームに死亡判定はされてません。契約してたらそもそもこんなことになってないでしょ。ああそう、そんなに面倒ならこっちが警察署に出向いて暴れ回ってやってもいいのよ。逮捕しにここまで来てみなさいよ、この草が。ああそう、どんな罪を押し付けようと知ったこっちゃない。すぐに来るって。最初は明日まで氷につけておけって言ったのよ。信じられる？確かにあんたにとっては親友が死んだ痛ましい出来事なのはわかる。
でも警察には毎日似たような通報が大量に来るのよ。警察の広報にでもなったつもり？そんなつもりは。何か着せてあげないと。このままじゃかわいそうすぎる。外で待ってて。ドアを閉めてくれる？お願い。タバコある？吸うんだ。何年も前にやめたんだけど、今は空気以外のものを肺に入れたい気分。お願い、一本だけ。ほら。エブリンのケースね。あんたが持っとく？ううん、気に入ってるんでしょ。あなたが持っててくれるのは嬉しいし。くそ、私のせいよ。しばらくそっとしておけば立ち直ってくれると思ってた。生きるのを諦めるような、そんなタイプには思えなかった。あんなひどい目にあったのよ。諦めたなんて言い方は間違ってる。エブリンのことが頭から離れなくて、テックは何も問題なかった。ロールチップも不具合なし。精神的なトラウマが原因だと思って、バーチャーをもう少し探ってみたら、ウッドマンにたどり着いた。エブリンはあの男の元で好き勝手にもてあそばれた。散々ひどいことをして、飽きたらよそに売り飛ばしたってわけ。あいつがそこまでの外道だったなんてね。せいぜいどこにでもいるクズかと思ってた。表じゃ猫をかぶってるのよ。あいつのことは知ってたけど、ここまでとは思いもしなかった。私にできることがあるはず。例えば？まだわからない。スージーに相談してみるよ。ごめん、ちょっと一人にさせてくれる？また必ず連絡するから。何かあったらホロコールして。
アニマルズ、葬式を襲うことない。絶対だ。ウィー、パシフィカへようこそ。随分と情報が早いのね。情報は力だ。覚えておくといい。こっち玉の裏まで汗かいてる。おう、それおかしい。あそこの冷房壊れてるはずだろう。昨晩、ジェフ近づいたら発電機の落としたって言ってた。連中修理したんだろ。パケサロープ。まあ知らない人も。La te connais, Michel. L'été dernier, nous, tu t'es songé la vie sous la vie. Dana, n'a pas été. Tanta que tu as eu, il y a un peu de choses à y aller. Vas-y, car à Hanas, quand tu dis qu'il est. Tu as si, quand tu es. Correga, Pacifica, lui, non, Yarika, non. Nan, nous, j'en veux, moi, à cause de ce que tu as si l'autre.お前の名前は分かっている。ブリジットはここにいるの？いない。交差点そばのショッピングセンター、そこの肉屋に行く。ブラシドに会えば全て教えてパシフィカ・ディ・ヌーヴォ。ブラシドはいる？ブラシド。ガレイシッラ。ドドティピティママ。ドド。セオメム。コンチニュー。ブラシド。ガレイラ。セオパドド。クラブラバマジョン。セオパドド。クラブラバマジョン。ブラシド、ボスはどこ？教会の男があんたを探せって。ミスター・ハンズの紹介できたの。仕事があるんでしょ？場所を変える。来い。
に存在するもう一つの町パシフィカは果たしてこっちだセファンドネのヴィラルセパシフィカパシフィカへようこそここに来たことあるかいいえ初めてよあんたたちはよそ者をあまり歓迎しないからここコーポたくさん来る歓楽街になるはずだった企業羊に餌をやり羊金を吐き出すここの全て企業の金運だGIM グランドインペリアルのパシフィカ最大の醜い欲望の聖地完成しなかったつい先週まで誰もいない何もなかった今はアニマルズ来て巣を作った消えたルジアンあとで寄らせてもらう。グランアーサー。うん。オッパッペスウェイ。ゲロッキゲーリピマン。いいから、受け取ってくれ。嫌と言わせない。メッシー。行くぞ、もうすぐだ。アニマルズと関わったことは？ええ、何度かある。私にジムのアニマルズを一掃してほしい。そういうこと？じきにすべてわかる。そもそもなんでアニマルズが？それもパシフィカのど真ん中に居座るなんて。あんたたちの縄張りでしょ？警察ですら近づかないのに。ああ。ところで、連中がジムから出てくることはあるの？ずっとジムにいる。人数はどれぐらい？30以上いる。ビニナン、ここだ。座れ。ブリジットはどこにいるの？まず自分の仕事をこなせ。何をする？そっちこそ一体何のつもりよ？仕事したいなら俺に従え。つなげ、早くしろ。だが仕方ない。こいつには愛想ってもんがないのかね。自分の手下を行かせたら？主義反する。喧嘩は苦手なの？我々のやり方ある。お前の医者ビクターか？だったら何？脅しのネタにでもする気？仕事できる体か知る必要ある。このチップシグネチャー何もない。これ一体何だ？どうでもいいでしょ。どうせ壊れてる。どうして壊れた？頭に弾を食らったら壊れた以上。ふん。それで私は合格ってことでいいの？うん。この晩20時35分07秒3秒前ここだ。突然姿を現した。随分高度な機材ね。アニマルズらしくない。厳重に守られてる。中身きっと重要だ。ラシッド、バットマン・ケリー・アブ・ディスノ・コイ・フェベ・ポラ。続けていいの？何かあったみたいだけど。何も問題ない。
集中しろ。なるほど、アニマルズは雇われて行動してるに過ぎない。ネットランナー用機材満載のバーを持つ誰かにその正体を探れってこと。ああ、その通りだ。隠れて動き、まずバンを探れ。お前を我々のサブネットとさせたんだ。何のために？アグエを通して俺お前の目となり耳となる。俺の誘導に従え。これ以上頭の中の住人を増やすのか。相手のランナーだけど何者なの？それお前調べる。監視しようってわけ。信用されてないのね。で、他に知っておくべきことはある？モール周辺に仲間いる。中に入る方法を聞け。報酬の件だけど、金額と支払い方法は？報酬いらないと聞いている。事務の件をこなせばブリジット、お前の問題を解決してやる。ダメよ。鉄砲玉よろしく敵陣に乗り込めって言うんでしょ。報酬がないと割に合わない。うん、考えておく。約束しない。わかった。これを片付ければブリジットと会わせてくれるのね。ああ、出口廊下の先だ。通すよう仲間に伝えてある。以上だ。よそ者は嫌われてるみたいね。お前のようなやつ目立つ。要は警戒しろってこと？ああ、その通りだ。ボスには連絡したの？どうも信用できないんだけど。その時来たらシェフィンと会わせる。で、どうしてブードゥーボーイズなの？ブードゥー教を信仰してるようには見えないけど。勝手にそう呼ばれているだけだ。本当は別の名前があるってこと？教えてくれるわけじゃないのね。別にいいけど。聞こえてる。何？安全性チェック。リンク良好か？ええ、大丈夫そう。
話を聞け。 V か。入り口はどこ？ここで聞けって。ガレージある。裏側に回れ。し、静かにな。連中に何か動きは？俺たちここに来てから何もない。人の出入りも？ああ、買い出しに一度行ってたな。急げ、時間を無駄にするな。何よ、飽きてきたの？見てきた、外に二人いる。Thank you.
Thank you.
警察だ。騒ぎを起こすな。
つけた。バンに到着した。でもランナーはいない。見えている。言わなくていい。早くバンと接続しろ。ラシド、何が起きてるの？ネットウォッチのジャミングだ。俺、対処してやる。ズタズタにしてやるよ。だが長く抑えることできない。お前、こいつを片付ける。
圧をハックしろ。ネットウォッチのデータにアクセスする。まず先にプラシド、大丈夫だ、落ち着け。何をしたの？二人きりで話をしたくてね。パシフィカとの接続を断ったのさ。時間稼ぎだ。世間話に付き合うつもりはない。あんたは何者なの？ネットウォッチのエージェント、ブライス・モズ。話がしたいだけだ。ゴーストが頭の中で見張っていたんだろう。そいつが指示を出していた。ブードゥの報酬額は知らないが、それよりは出せるぞ。残念だけど、企業と関わる気はない。企業との関わりを断ち切ることなど不可能だ。君も例外ではない。なんなら君の過去をこの場で調べてもいい。計画を変えるつもりはない。大丈夫か？何が起きたの？分かんねえのか？ブードゥの奴らにはめられたんだよ。自爆テロの道具にされたのさ。手を貸した結果この仕打ちだ。あいつら絶対に許さない。その意気だ。バディーズに行って肩をつけるぞ。あの陰険野郎、ただじゃ済まさねと話したいんだな。そうだろ。俺が連れてってやる。案内して。乗りな。こういう計画だったのね。私が用済みになり次第殺すつもりだった。違う。お前混乱している。モズリーに騙されている。ごまかさないで。私の目は節穴じゃない。認めなさいよ。図星なんでしょ。リンク切れたの想定外だった。じゃあエージェントたちが次々と消されていったのは何だったの？絶対に見間違いなんかじゃない。いいから本当のことを言って。お前戦場に行ってやられた。それだけだ。俺仲間を助けた。それ一番大事だからだ。お前も助けようとしたが、モズリー思ったより手強かった。仲間？誰よ？ブリジットたち。ネットウォッチのアイスで凍結された。つまりこの仕事お前のためでもあった。やらないとブリジットと話せなかった。何よそれ。だっ
ったらなんで最初からそう言わなかったのよ。やめろ、すぐ下に向かうぞ。ネットウォッチ、必ず戻ってくる。まさかクリプトに入れるのか。なぜ。ただのラニオンだぞ。スキャンを見ただろ。見たからだ。そっちこうにゃ、フェトゥームソーティ。あんたがブリジットね。やっと会えた。要件分かっている。チップのこと知ってるのね。ああ、今すぐ見せてもらう。私のスキャンを見たの。プラシド、見落としていた。チップに気づいたのね。探してたんでしょ。チップを調べる。ジムで死ななかったの、それのおかげだ。頭をいじらせる気はない。こっちはただでさえあんたたちを信用できないの。こちらにも事情があった。謝罪になってないんだけど。ならチップにいくら欲しいか言え。状態良ければお前から買い取ってやる。チップはすでに損傷してる。だからあんたを探してたの。機能しないのか。そこまでじゃない。ただこれを取り出すと私が死ぬってだけよ。最初にこれを盗むよう依頼したやつなら何か知ってるかと思ってね。なぜそれを。どうやって我々にたどり着いた。エブリン・パーカー、覚えてる。ああ、あのドールのことか。なるほど。全くの役立たずというわけでなかったようだ。力を貸してくれる気はあるの。もちろんだ。早速クリプトに移動してチップを調べさせてもらう。データを取り次第できる限りのことをしよう。わかった、行きましょう。随分とこの場所が好きなのね。でも正直あんたからは宗教的な雰囲気を感じない。配置に神置いてきたが我々まだ生きている。こっちだ。なぜプラシドはチップのことを知らなかったの。一応スキャンはしてたけど。紺碧のこと知る者少ない。それにプラシド、あいつ単細胞だ。どこへ行くの。すぐにわかる。ネットウォッチ、チップに気づかなかったのか。妙だな。隙を見せなかったから。そうか、それはよかった。これは地下鉄トンネル。いや、大陸間リニアシステム。合衆国時代のものだ。
ネット同様戦後に崩壊したが。ピエクアン。Tout bagage paré. Nous qu'à commencer. Bon.お前をサイバー空間に連れて行く。コンストラクトと対話するために。普通のネットランニングとどう違うの？ネットのデータ層を直接見るだけでなく、中身も読み取れる。普通のネットランナーが見るのただの地図、表面だけ。それが限界だ。一応聞くけど、本当に戻ってこれるんでしょうね。我々がしっかりとお前を監視する。余計に不安ね。サイバー空間がどんな場所か知れば文句言えなくなるだろう。まずどうしてシルバーハンドが必要なのか教えて。オルト・カニンガムと接触するためだ。二人は親しかった。オルト、アラサカのレリック、それが唯一の突破口だ。オルト・カニンガム、聞いたことがある。ほう、誰から聞いたんだ？ジョニーよ。詳しくは聞いてないけど。ジョニー B、 こうなったら話した方がいい。何を？俺たちのことを。ジョニーは覚醒してる。おかげでうるさくてたまらない。まあついでに調べてもいいが。どういうことよ。私が妄想してるって言いたいわけ？記憶痕跡が人体に及ぼす影響、わからない。当人にとって厄介だってことは分かってるけどね。どうやってオールトと接触を？チップからシルバーハンドの記憶痕跡を一部切り取る。向こう側にいるオールトに人間らしさが欠片でも残っていれば必ず答える。向こう側って何よ。壁を越えるなんて聞いてない。今聞いただろ。ディレクションコネクテ。コネクションスタート。よし。キモンギパープテジェリplonger.ここはどこ？これが BBS。データ要塞、深淵の水際で。いつ始める？いつでも準備はできてる。断片を回収するためシルバーハンドの神経網とのリンクを強化した。これからオルトのデータのみを見つけ出す。時間はそれほど。ブリジット？いくらなんでもやりすぎだろ。次は何だ、言ってみろよ。
企業の輩をステージに引きずり上げてガソリンにかけて火でもつけるか。シルバーハンド、おいこっち、こっち来いよ。シルバーハンド、アラサガランカクソくれ。シルバーハンド、シルバーハンド、こっちだこっち。ジョニー、おい、こっち来いよ。サムライ、シルバーハンド、俺たちはバンドだ、お前のソロじゃねえんだぞ。サムライ、お前らにはビジョンってものがないんだよ。まったく、何か言えば気が済むんだ。やる気がねえならとっととやめちまえ。ライブのこと、それともケリー？え？どうした？今夜は来ないって言ってなかったか？気が変わったのよ。ほら、そんなにイライラしないの。すごくよかった。ああ。でも、ただそれだけ。お前は小言を言わなきゃ気が済まないのか？せっかくの幸せな気分が台無しだ。あなたの気分が、でしょ？そういうところが本当に嫌いなの、ジョニー。さっきまでいい感じだったのに。なんだよ、初めから分かってたことだろう。一体何が気に食わないってんだ。ジョニー、あなたがナイトシティのそこら辺に入って捨てるほどいる夢見がちな自己中クソったれナルシスト野郎なら、私だって今さら何も言わなかったけど。けど、あなたは全てが嘘。あのライブも侍も結局ただのハリボテでしかない。いい加減気づいたらどう。あなたはロッカーボーイなんかじゃない。通りで荒坂にしようって叫んでる、イカれた連中と一緒なのよ。ええ、俺のことは何でもお見通しってわけか。本当は分かってるくせに、そうやって自分にまで嘘ついて。むしろそれしかできないんでしょ、演じることしか。お互い用は済んだろ、もう消えてくれ。ねえ、私はただとにかく、もう何も言うな。いいから、その口を閉じててくれ。本当にどうしようもない男。俺を知った気になるな。所詮俺たちはこれだけの関係なんだよ、これだけのな。おい、どこに行くんだ。用事があるの。シルバーハンド、おい、ほら、家まで送るよ。じゃあ
ブースターを切らしたんでしょ。明日もライブがある。へえ、来てくれてもいいぜ。ねえ、まだわからないの。通りに出ましょう。ちょっと付き合えよ、シルバーロッカー。失せろ。おいおい、ずいぶん短気なんだな。やめて、離してよ。やられたな。しっかりしろ。久しぶりだな、ジョニー。最後に会ったのはいつだ？2週間前の診察以来か？オルトはどこだ？誰だって？俺と一緒にいた女だ。こいつが運んできたのはお前だけだ。クソ、さらわれたんだ。誰も見てないのか？そいつに聞いてみな。トンプソンって言うらしい。あんたがワトソンで俺を？話がある。分かった。応急処置だが、とりあえずは持つだろう。数時間でもいいからおとなしくしてろ。じゃないと傷が開くぞ。ああ、ジョニー。いや、いい、どうせお前は聞くまい。どこまで見たんだ？お前とそう変わらない。彼女が狙われ、お前がそこに居合わせた。で、お前はチンポジを直しながらただボケっと突っ立ってたのか？助けに入ったところで殺されるだけだ。あの男の動きを見たか？尋常じゃない速さだった。あれはそこらで手に入るテックじゃない。で、何が狙いなんだ？なぜ俺を助けた？目的は何だ？スクリームシートの記事ネタでも探してんのか？いや、ネタならすでにあった。それを追ってたら彼女が突如車でさらわれたんだ。で、これからどうするつもりだ？お前の女なんだろ？オルトは巻き添えになっただけだ。俺の弱みを握るためにな。彼女の仕事すら知らないのか？あの子はトップクラスのランナーなんだ。だからなんだ？オルトとアラサカにつながりがあるとすれば、俺様にファックされてるってことだけだ。彼女は最近 ITS のために高性能なブラックアイスを書いた。いろんな意味でヤバいプログラムだ。だからなんだ？オルトとアラサカにつながりがあるとすれば、俺様にファックされてるってことだけだ。彼女は最近 ITS のために高性能なブラックアイスを書いた。いろんな意味でヤバいプログラムだ。アラサカの狙いは彼女だ。企業間の抗争じゃ人材の誘拐なんて珍しくもない。なら奴らの狙いは何なんだ？ソウルキラーという AI に聞き覚えは？
あるさ。クソダサい名前の都市伝説だ。いや、ソウルキラーは実在する。荒坂の連中はそれを書いたランナーを雇ったってわけだ。つまり荒坂がソウルキラーを思いのままに使えるようになる。背筋が凍るだろ。もしそうなったら誰も荒坂を止められない。ソウルキラーは続きは移動しながら聞かせてくれ。素直に信じるとは驚きだな。俺にとっちゃお決まりの話さ。荒坂は俺を挑発した。そして成功した。あんたはどうする？一緒に来るか？どこへ？荒坂タワーだ。ボルトを取り返す。二人で？お前気は確かか？アトランティスに寄ってく。頼りになるチューマがいるからな。俺は車にいる。さっさと済ませろよ。つべこべ言わずにおとなしく待ってろ。道具はどこだ？いい子だ。待ってろ。シルバーハンド、そろそろ溜まったツケを払ってくれよ。ねえ、私のこと考えてな。今日もいい天気なんだよ。友達を待ってるから。え？あれ？構わないで。え？何？うん？どうした？何かニュースは？他にやることないわけ？別に怖がってなんていないわ。友達にでもなりたいっての？どうも。ジェイ・パーシー・ハックワース、マジで言ってるの？うるさいな。うん、こそこそしね。今日はろくな日じゃないわね。忙しいのか見えないか。道具はどこに？上の階だ。でも聞いた話じゃお前らは聞き間違えだろ。じゃなかったのか。いいでしょ、気が変わったの。これでどうだ。どうも、もう消えていいよ。何するんだ。いくつなわけ？よう、エンゲルス。今はプライベートの会合中だ。道具は中か？なあ、だが。言われなくても分かってるって、プライベートなんだろ？出しゃばった真似はしねえよ。たく、この町は大嫌い。ジョニー。知らない顔だな。そりゃそうさ。俺はお前みたいに有名人じゃないからな。手を貸してくれ。クライアントを待ってるとこだ。身長キスタイプのね。まだあのことで怒ってんのか。何のこと、ジョニー。私に嘘をついて仲間を危険にさらしたこと？それとも私と付き合いながら他に3人の女と寝てたこと？仕事の話だ。時間はないが金ならある。いくらなんだ？黙ってな、関係ないだろう。あるさ、金が関わってくるならな。
わかんないの？何が仕事だ。騙されちゃいけない。こいつは前にも騙されやしないさ。きっちり前金をもらうからな。で、金額は？通常の2倍の金を出す。3倍だ。それと今すぐ一緒に来い。ローグが信用しない奴は俺も信用できる。いいだろう。 OK。 時間なさすぎだろ。ジョニー、つけられてるのに気づかなかったの？ミスターシルバーハンド、一緒に来てもらおうか。オルトに会わせてくれんのか？だと思ったよ。遊びたいのかい？かかってきな。大した人気者だな。エネミーコンタクト。Let's go!
肉野郎め。撃て。誰を拉致ればいいんだ。オルト・カニンガム、 ITS のネットランナーだ。ふん、やっぱりね。タワーだ、きっとあそこにいる。とんだ仕事を引き受けたもんだね。一体どうする気？二人とも何か考えはあるの？騒ぎを起こして奴らの注意を引く。荒坂の鼻先で爆音を響かせてやる。奴らの鼓膜を破るくらいにな。伝説のライブになりそうだ。なお、暴動による死傷者の正確な数はまだ分かっていません。しかし現場の荒坂タワーにいるリポーターによりますと、何かしらの抗精神物質がまかれたようで、人々に影響を与えている模様です。いいぞ。全てを記録してるのか？ああ、なんだ、視聴者に言いたいことでもあるのか？自分のやるべきことをやれ。ただ邪魔はするな。トンプソンとは長いの？いや、奴がどうかしたか？気に入らないし信用できない。メディアは悪運しか招かないよ。悪運？荒坂タワーに侵入する私たちを取られてるかも。もしそれが表に出たらどうする？生きて帰ってから心配すりゃいい。おい、あまり時間がないんだぞ。襲ってきた！ここはメインフレーム。振りやられた。あれに入っていけ。手を貸して。
した？これで終わり？どうする？俺がやる。畜生。これを使え。ようやくこいつが役に立つな。3、2、1。下がった方がいい。相手になってる。邪魔をしない方が賢明だ。オルトに何をした？名誉あるプロジェクトに任命したのさ。うるせえ、どきやがれ。オルト、オルト、おい、嘘だろ。まさか。そんな。ジョニー、何してやがる。まだ取ってやがるのか。人々、飽きたことは。もうジョニー、ジョニー、それ以上やったら死ぬよ。もう行かないと。ジョニー、オルドは死んだ。どうした？言いたいことがあれば言えよ。なんでオルトのこと話してくれなかったの？え？どの話のことだよ。恋人だったこと、ソウルキラーの作成者だったこと、そして何よりも死んでるってこと。死人がどうやって力になってくれるっていうの？あいつは死んでない。脱出したのさ。死体があった。逃げたんだ、ネットの中に。なぜ断言できるの？あの後に彼女から接触があった。で、オルトはなんて？アラサカのサブネットに囚われてはいるものの、危険はないそうだ。私のことは探すな、だとよ。それで、あんたはどうしたの？まずは水素爆弾を2つ調達した。
そしてアラサカタワーに戻ったのね。オルトは今ブラックウォールの先にいるって。ブードゥーボーイズが誰も手を出せない場所にいる。ブリジットはブラックウォール突破するつもりよ。ウォルトと会って話すために。どうした、おじけづいたか。うまくいったの？ああ、必要となるシルバーハンドの断片をコピーした。これでオルトとコンタクトが取れるだろう。もっと深く潜るぞ。この先に果てはない。黒き壁の先、側へ行ったもの少ない。そして戻ったものいない。彼女は初めてになる。役目は果たした。次はそっちの番よ。壁を越える前にジョニーの精神を取り除いて。私、壁を越えない。お前が向こう側にコードを持っていく。断れる状況じゃないよね。あれ、どうやって向こう側に行くの？ブリジット？カニンガム。ウォルト、どうなってるの？ここで話をしよう。大丈夫だ、俺に任せろ。ジョニー、ブラックウォールを越えて俺に会いに来たってことは、お前は味方ってことでいいんだよな。お前の記憶痕跡コードは認識できたが、ここにいる理由がわからない。アラサカタワーで助けてやった貸しを返してもらおうと思ってな。 B、 こいつはオルト、ナイトシティ1のネットランナーだ。オルト、こいつの命を救ってやってくれ。何をすれば私の命を救ってくれる？ネットウォッチのプロパガンダが効いているようだな。私が血の契約を求める悪魔だとでも。昔の話は少し聞いてるけど、今のあんたは謎に包まれてる。しかもジョニーと違って、私はあんたにとって何の価値もない。だから条件を聞いてるの。手を貸すことはできない。貸す気がないのか？私の力では無理なのだ。それにはもっと高度なテクノロジーが必要になる。なんでよ。ソウルキラーはあんたが作ったものでしょ。アラサカは自分たちの目的に合わせてプログラムを改変した。別物にな。なら神輿は使えないのか？十分高度なテクノロジーだろ。もし私が神輿にアクセスできていれば、すでに破壊している。じゃあお前を神輿に連れて行くから、 B を助けろ。それでどうだ？本当に助かる方法はあるの？みんなに手遅れだって言われてきたけど。そのみんなってのはサブローの側近のヘルマンのことか？まず巫女市内のソウルキラーを使ってお前のコンストラクトを作る。それからお前とジョニーの神経網を分離させる。その後お前の記憶痕跡を肉体に戻せばいい。それしか方法はないみたいね。だが巫女は私が作り上げた軍隊をもってしても突破できなかった。
そいつらは所詮ネットの産物、そこが問題だ。俺たちは人間の部分で勝負する。そいつらと一緒に入り口を作ってやるよ。取引は成立？ああ、神輿への行き方は任せる。私はローカルネットでお前を導くプログラムを用意しよう。どうやって連絡すればいい？この BBS アドレスを使え。安全な通信回線だ。フードゥーボーイズはどうすればいい？そのまま通してくれる。そういう約束だった。おお、生き延びたのだな。ええ、おかげさまでね。我々を恨むの筋違いだ。我々の狙い、シルバーハンドのコンストラクト、お前巻き込まれただけだからって、私をコケにするのがあんたたちのやり方？ウォルトに警告すべきかもね。私に説教する気か？説教程度じゃ物足りない。決着をつけないと。いい加減にしろ。向こうではオルトが守ってくれても、ここを仕切るの私だ。心配には及ばない。
通じゃないのは確かね。冗談はいいが、見た感じかなりきつそうだぞ。今のは心臓だな。座って休め。まだくたばってもらっちゃ困るからな。はいはい、神輿に行ってアラサカを倒したらいいんでしょ。ますます俺みたいになってきたな。そうかもしれない。年寄り夫婦みたいに喧嘩ばかりだ。ここらでそろそろお互いを信用した方がいい。私は一体何がしたいの？大物になる。それを夢見てただけなのに、今は生きるのがやっと。人の進化が問われるのはいつだと思う？それは死に直面した時だ。何者かになれるチャンスはまだある。ええ、そうかもね。どんな感じだったの？死ぬのって。俺は世界の頂点に立ってたんだ。失敗するなんてこれっぽっちも考えてなかった。今の方が死をリアルにより身近に感じてる。やっと今になって8世紀も時間があったのに。神輿にいる間は眠ってるような感じだった。意識がないから時間が過ぎていく感覚もなかったんだ。それが神輿。俺が覚えてるのは寒さ、闇、そして恐怖。それともあれはお前の死だったのか？私も神輿が嫌いになってきた。神輿は破壊しないと。企業がもたらす破壊や苦しみの中でもあそこで起きてることは最悪だ。なぜかわかるか？そこに永遠に閉じ込められてしまうから。いや、永遠も何もない。神輿に囚われると時間の流れが失われるからな。別の誰かとアイデンティティを入れ替えられて、それを自覚すらできないからだ。企業はすでに世界を支配してる。次に狙われるのは人だ。とにかく仕事に戻ろう。そうだな。あ、くそ。俺の名を覚えとけ。ディノだ。ダウンタウンのシティセンター付近を仕切ってる。ビーよ。知ってるよ。噂は聞いてる。派手にやってるな。何か必要な時は連絡しろ。このディノは顔が広いからな。Thank you.
V、 やっと連絡してくれたの。待ってたわ。ずいぶん久しぶりね。ジャッキーが旅立った時以来。お悔やみをと思って連絡したの。お悔やみですって。 V、 私たちは一緒に暮らした仲でしょ。そんな赤の他人みたいな態度を取るのはやめてちょうだい。こっちから連絡しようと思ってたの。ちゃんとお別れをするためにジャッキーのオフレンダーを準備してるところでね。式はコヨーテコホである。あの子の友達がたくさん来てくれるわ。わかったよ、ママメルズ。私も行く。もちろんそう言ってくれると思ってた。アイテベオ、ビ。戻ったのか。相変わらず耳が早いのね。当たり前だ。とにかく何か必要な時は声をかけてくれ。ビリヤード台は運び出さないとダメね。本気か？かなりでかいぞ。 B、 よく来てくれたわね。まあほら座って。ビールにする？ええ、ちょうだい。サルー、あれから随分経つけど調子はどうなの？正直言うとあまり良くない。どうしたのよ？ジャッキーが亡くなったあの夜以来、なんていうか物事があまりうまくいってなくて。セコモテシェンテス、トードスロサベモス。オフレンダの準備をしてるとこなの。まだまだやることがたくさんあるわ。私も式に参加したい。ちゃんと送ってあげたいの。伝統的なやり方で。もちろん。でも棺に置くものがさ、あいつとの思い出に捧げられるようなものが何もない。大丈夫よ。大切なのはあなたの気持ち。供え物はただのシンボル。あの子のガレージで何かを探すといいわ。思い出はみんなあそこにあるから。ありがとう、ママウェルズ。いいのよ。あなたには思いやりの気持ちがある。素晴らしいことだわ。ガレージはリパブリック通りよ。相手目を。